どうも、石川です。はい、これより登録販売者過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、中国ブロックの鳥取、島根、山口、広島、岡山の2020年度、問1から問10までの過去問について解説をしていきたいと思います。過去問については、下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。問1番です。はい、ここはですね、第1章に関する内容なので、ここは皆さん点取り問題なのでね、頑張っていきましょうね。はい、ということで、医薬品の本質に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。A は丸、そして B なんですが、一般用医薬品は医療用医薬品ではないため、その使用に保健衛生上のリスクを伴うことはないよ。そんなことはないですよね、伴うこと。リスク、いろんな副作用とか出てきますので、もちろん市販薬でも、そういったリスク伴いますから、B は誤りとなります。はい、そして C は正解なので、2番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問2番です。医薬品の本質に関する記述のうち、誤ってるものはどれかということで、誤ってるものですよ。皆さん、引っかかんないでくださいね。はい、誤ってるのは、2番が誤ってる内容となります。はい、1番は正解、2番なんですけど、医薬品は市販後にお薬を打った後ですね、市販後にも医学、薬学などの新たな知見、使用成績などに基づき、その安全性の確認が行われる仕組みになっているが、有効性については、市販前にお薬を売る前ですね、に、十分確認されている、されていることから、市販後に再確認されることはないよとあるんですけど、いや、そんなことないです。もちろんですね、お薬を売る前にいろんな確認、いろんな試験を行ったりするんですけど、お薬を売った後に関してもですね、そういった、調査とか、試験とかいろんなことをやっておりますので、確認されること、再確認されることはないよというところが誤りなので、2番が誤っている内容となりました。はい。では次行きましょう。問3番です。医薬品のリスク評価に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれかということで、はい。こちら答えは5番が正解となります。A なんですけど、人を対象とした臨床試験により求められる 50% 致死量を LD50 と言い、薬物の毒性の指標として用いられているよと書いてあるんですけど、はい。ここが違います。ちょっと前の方に書いてみましたけど、LD50 というのは人を対象ではなく動物です。要は動物実験に使っていきます。で、動物を対象とした人を対象でとした臨床試験、臨床の場というのは、人を対象にしていくんですけど、動物の場合はですね、非臨床になります。はい。で、そして、この LD50 というのは 50% 致死量。ここはいいですね。はい。で、あと、この 50% というところもですね、他のなんかこう数字とかで引っ掛けてきますので、十分気をつけていきましょう。はい。で、致死量、有効量ではないので、致死量ですよ。ここも確認しておいてくださいね。そして、薬物の毒性です。はい。ここも有効性とかって引っ掛けてくることもありますので、毒性なんだなというところで必ず確認しておいてくださいの、指標となります。だから、毒性だから、どの量で、毒性、要は、例えば致死量だから、どの量で亡くなってしまうのかなというところで、人を対象としてたらもうかなりまずいですよね。なので、申し訳ないけどということで、動物を使って、その致死量を、調べていくということになりますから、ここを人を対象とした臨床試験ではなく、動物を対象とした非臨床試験に関する内容となりますので、A は誤りとなります。はい、それから B なんですけど、こちら正解の内容なんですが、薬物用量を増加させるに伴い、このあたりはグラフがありましたよね。ちょっとここか、スペースの問題で書いてないですけど、こんな感じで、グラフあったじゃないですか。こう2つなんかこうありましたよね。で、そこで、無作用量から最小有効量、そして、治療量、そして治療量上限、そして、中毒量に、致死量に、ごめんなさい、最小致死量ですね、に、さらに致死量という形で、そんなグラフがあったのを、皆さん参考書とかテキストにありますよね。なので、そんなのちょっとわかんないなということであれば、私のですね、受験対策講座の、
YouTube の方でお話ししておりますので、ぜひそちら詳しく見ていただくといいんですけど、はい。で、特に今回ここで気をつけておいてほしいのは、無作用量、最小有効量、治療量、治療量上限、中毒量、最小致死量に致死量ということで、この順番に、だんだん量が、増えてきております。だから、今回ここはですね、B、無作用量から最小有効量を経て治療量に至りますよというところ、このあたりはですね、大丈夫だと思うんですけど、ここを中毒量とか致死量とかこの前の方に出てきちゃったりすることもありますので、この順番ちゃんと確認しておいてあげてください。はい、ということで B は正解、そして C の、医薬品の、これも正解なんですけど、効果とリスクは薬物暴露時間と暴露量の積で、表現される容量反応関係に基づいて評価されるよというところの、この積という、これ掛け算ですよね。積っていうのは掛け算でした。なので、これを、和って引っ掛けてくることもありますので、和は足し算になりますから、こんな引っ掛け問題、引っかからないようにしといてあげてください。はい、では、いいでしょうか。ということで、問3は5番が正解となりました。では次行きましょう。問4番です。健康食品に関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。全部正解なんですけど、このあたりもですね、健康食品に関しては、近年、やはりこの第1章のとこでもよく出てくるようになってきましたし、全国的にですね、さらに、第4章のところが本格的に出てくるところだったと思いますので、この第4章、第1章の絡みのところもですね、しっかりと、関連性を持ちながらですね、勉強しておいていただきたいと思います。はい、で、A は正解、B なんですけど、B も、栄養機能食品は各種ビタミン、ミネラルについて栄養機能の表示ができますから、ビタミンやミネラルですね、ここのところもいろんな引っ掛け問題出てきますから、いや、ビタミンのことについてんだな、あ、ミネラルのことについても書いてあるんだな、というところをしっかりと押さえておきましょう。ここもですね、別表のところありますよね。そこのところにですね、詳細、第4章の別表のところに、健康食品に関する、表がありますので、そこ、ビタミン、ミネラルについて書いてあるんだなというところを確認しておいていただくと、より理解が深まるかなと思います。はい、ということで、こちら答えは1番が正解となりました。では次行きましょう。問5番です。医薬品の副作用に関する記述のうち、正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A なんですけど、世界保健機関 WHO の定義によれば、医薬品の副作用とはということであります。はい、これよく定義出てきますので、しっかりと穴埋めとかでよく出てきます。予防、診断、治療とかね。あとは、機能を正常化するためとかっていうところも引っ掛けてきたりします。そして、人に通常用いられる量を超えた量で発現する。これ、超えた量じゃないです。ね、通常用いられる量を超えた量で発現する医薬品の有害かつ意図しない反応ではないですよね。はい、なので、超えちゃまずいので、超えない量に、してあげてください。はい、なので、そういった意味では A は誤りとなります。はい、超えちゃダメですよね。なので、大丈夫でしょうか。ここね、よく読めばなんかおかしいなって気づいていただけるかなと思いますので、もしね、間違えた方はですね、これケアレスミスなので、ぜひそういったところ、ちゃんと読むんだなというところをですね、読む習慣ちゃんとつけていただきたいなと思います。はい、そして B と C は正解、そして D なんですけど、副作用のうち血液や内臓機能への影響については明確に自覚症状が現れるため、特段の異常が感じられない場合は医療機関を受診する必要はないよとあるんですけど、これ違います。まずは、血液や内臓機能の影響についてはね、明確に自覚症状が現れるため現れない場合もあるじゃないですか。例えば、肝臓にいろんな障害出てしまった場合、こう痛みとかそういうの出にくいので、気づかないことが多かったりしますよということ、第2章に書いてありましたので、そのあたり、しっかりと確認しておいてみてください。第2章のですね、医薬品の、を用いたことによる主な副作用のところありましたよね。そこのところで、肝機能障害のところに書いてありますので、ぜひぜひそのあたり確認しておいていただくといいかなと思います。そして、医療機関を受診する必要はないよということでありますが、これも医療機関ぜひね、受診していただくように促してあげてください。はい、ということで、D は誤り。なので、4番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問6番です。アレルギーに関する記述の整合について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。A のみが違うんですけど、アレルギーは一般的にあらゆる物質によって
起こり得るものであるが、医薬品の有効成分によって引き起こされることはないよ。そんなことないです。出てきますよね。牛乳アレルギーだったりとか、鶏卵アレルギーの人気をつけなくちゃいけないのありましたよね。牛乳アレルギーは何でしたっけ？そうですよね。そうですよね。タンニン酸、アルブミンでしたよね。そう。あとは、鶏卵アレルギーは、そうなんですよ。そうですよね。リゾチーム塩酸とかそうでしたよね。はい。なので、そのあたり、ぜひぜひもう一度確認していただくといいかなと思います。はい。そして、B と C と D。B も、そうですね。牛乳とか鶏卵とか書いてありますもんね。はい。で、C と D も正解となりますので、4番が正解となりました。はい。では、次行きましょう。ね。なので、あ、大丈夫ですか？ A は、引き寄せ。起こされることはないようじゃなくて引き起こされることありますのでね、そこが誤りとなりました。はい、では次行きましょう。問い7番です。医薬品の不適正な使用と有害事象に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちらも答えが4番が正解となります。A が違いますね。まず手軽に入手できる一般用医薬品を漠然と使用続けたとしても有害事象が発生することはないよ。そんなことはないです。発生することありますので、なので漠然的にね、使っている方見たらですね、ぜひ皆さん登録販売者になったら、あの人ちょっとどうしましたとかってね、声かけていただくことがね、ベストなので、A は誤りとなります。はい。それから B は正解、そして C なんですけど、医療用医薬品は過量摂取により急性中毒を生じる危険性が高くなるが、一般用医薬品では過量摂取による急性中毒の心配そんなことないですありますので、C は誤りとなります。はい、ということで答えは4番が正解でした。はい、では次行きましょう。問い8番です。医薬品などの相互作用に関する記述のうち正しいものの組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。 A は丸、 B なんですけど、酒類、アルコールは主に、腎臓で代謝され、医薬品の吸収や代謝に影響を与えることがありますよとあるんですけど、主には私たち体、まずアルコールっていうのは私たちの体にとっては、毒性が高いですよね。なので、毒物を私たちね、こう好き好んでね、飲んでますけど、で、そんな、毒物っていうのは私たち体の中に入ったら肝臓が解毒頑張ってくれるんですよね。はい。だから、今回ここ腎臓じゃなくて主に肝臓で、代謝されていきますので、 B は誤りとなります。はい。それから C、 風邪薬と解熱鎮痛薬では含有されている有効成分が重複することはないので、より効果を得るために併用することが望ましいよ。うん、違いますよね。これ重複することよくありますので、なので併用することは望ましくありません。なので C は誤りです。はい、そして D は正解なので3番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問9番です。小児への医薬品の使用や保健衛生上のリスクに関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。A は違いますよね。これ小児向けの用法用量が設定されていない一般用医薬品の場合は、保護者などに対して成人用の量から適宜減らした量を小児へ与える。そんなことダメですね。勝手にやっちゃダメですから。なので、ね、A は誤りとなります。はい。それから B は正解。そして C。小児は血液脳関門。血液脳関門っていうのは、脳に悪いものが行かないようにするための場所でした。なので、脳って大事なところなので、血液中からですね、脳に悪いものが行かないようにこの血液脳関門があるんですが、小児はまだ未発達であり、そうですね、吸収されて循環血液中に移行した医薬品の成分が脳に達しにくいためじゃないです、これ。達しにくい。要は、未発達っていうことは、脳に悪いものがどんどん行っちゃうんですよ。そうなんですよ。まだ、こう、振り分けがうまくできない。そうなんですよね。発達していれば、うん、あなた悪いですね。あなたいいですね。あなた悪いですね。あなたいいですね。っていう選択性がすごい高いんですけど、まだ未発達ってことは、うん、この人どうなんだろう。いいの、この人ってか、この物質はいいのかな。わかんないから、いっか、みたいなね。うん、いいよ、どうぞ、うん、どうぞ、みたいなね。そんな小芝居いらないですね。ごめんなさいね。はい。なので、そういったことで、脳に、達しやすいので、中枢神経系に影響を与える、医薬品では、特にですね、副
作用を、起こしやすくなってきますから、 C は誤りとなります。はい、ということで5番が正解となりました。では次行きましょう。問い10番です。あー、で一応ですね、ごめんなさいね、一応まあ、今回聞かれてないですけど、乳児とか幼児とか小児とかのそれぞれの、何歳未満なのかなというところをちょっとね、参考に書いてみましたので、ここもよく聞かれてくるポイントですので、ぜひぜひ、覚えておいていただきたいと思います。はい、では次行きましょう。問い10番最後ですね。高齢者への、医薬品の使用に関する記述の正誤について正しい組み合わせはどれかということで、はい、こちら答えは5番が正解となります。はい、なのでまず A なんですけど、一般にですね、高齢者は、生理機能が衰えつつありと、特に肝臓や腎臓の機能が低下していると、医薬品の作用が強く現れやすいのでということで、このあたりはですね、小児もですね、肝臓腎臓の機能が、小児はですね、衰えているというよりも未発達なので、小児もですね、同じようなところを注意しなくちゃいけないですよね。はい、だから、このあたりもですね、一般的に、いや元気な高齢者の人もいらっしゃいますけど、一般的にって言ってますので A は正解。それから B、C、Dもですね、ここも一度読んでおいていただいて、うん、そうだよねと分かっていただければ大丈夫なので、このあたりですね、まずそんなに難しいところはございませんので、ケアレスミスがないように、もう一度確認をしていただき、そして、なんか間違っちゃったなというところはですね、まだ理解できてないところだと思いますので、ぜひぜひもう一度ですね、手引きだったりとか、あとは参考書とか参考書とかテキストとかですね、読み進めていただくとより良いかなと思いますので、頑張っていきましょう。はい、ということで、ここまで動画いいなと思っていただいた方はですね、ぜひぜひ LINE アットなどに登録していただきますと、質問などお受けしておりますので、無料ですよ、お受けしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいなと思います。はい、ということで本日も動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。